保守系を妨害、ツイッター社。イーロン・マスク代表がツイッター社を買収後、ツイッターにおける言論の自由などの問題について調査を進めておりますが、新たにツイッター社の社員がブラックリストを作り、保守系のアカウントや保守系の投稿のトレンド流を制限、妨害していたことが明らかになってしまいました。こちら、日本においても、シャドー版と呼ばれる措置で投稿が ほとんど拡散されない事態に陥っていたアカウントが複数確認されておりますが、マスク代表には今後もツイッター社の正常化を推し進めていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。